선크림은 카리오스 그때 혹시 야 가려놓은 다음에 지내를 昨日課長に呼ばれてたけど何だったの？ああ、なんか港興産の部長さんが私のこと気に入ったみたいでお見合いさせたい人がいるっていう。お見合い？断りましたけど。ああ、そう。あの宮下さんさ、やっぱいや何ですかそれ言ってくださいよ。いや彼氏とかいるのかなと思ってああまあいませんけど小島さんは？え？彼女いるのかなと思って。いやいないいないです。好きです。去年宮下さんが入社した時に一目惚れ付き合わない？まあ嫌いじゃないから今日来たんですけど。じゃあ。そうじゃなくて、あの急すぎませんか？なんていうのか、いわゆる初デートっていうのが今始まったわけじゃないですか。しかもそのスタート地点っていうか、まだね、待ち合わせのお店にいるわけだし。ああ、そう、そうだよね。突然だったよね。これはダメだ。楽しめてます。はい、よかった。俺だけ楽しんでるかと思った。私も楽しんでます。よかったです。小島さんは私のために死ねる？え？私のために死ねますか？冗談です。まあその時は頑張ります。No!
だよここのケーキ。生クリームの質がね、もうその辺のものとは比べ物にならないの。ここにはね、感動がある。ちょっと質問します。二人がしたセックスの回数は？じゃあ彼に聞こうか。100回以上はした？50回か。彼女10回以上した？1回でもしたことは？1回もしてない？本当に付き合ってないのか？彼女、彼のこと好き？彼は？彼女のこと好き？なるほど。じゃあ彼女のために死ねる？まあどうであれ、君たちはここで死ぬけどね。ただ、助かる方法はある。君たちに求めるのは、感動。君たちの生命力で僕を感動させてくれたら、ここから出してあげる。約束する。準備しよう。命令だよ。目開けて。彼を見て。ここ見なきゃダメだろ。
息を吐いて吸って吐いて吸って吐いて、優しくするから気を楽にして。
勘弁しろ。届くか。彼女、彼を見ろ。それぐらいしとこうか。僕が質問したこと以外は喋らない。それが守れればこれはつけない。守れる？はい。 OK。 まだ濡れてんな。言ってみな。殺してくださいって。ほら。言うだけだよ。殺してください。殺してください。殺してください。殺してくだ。僕が質問した時以外喋らない。それが守れればこれはつけない。守れる？はい。これからもっと痛い目に遭うからさ、頑張って。感動させて。そんな、なんで。二人とも解放してくださいよ。何にも喋りませんから。彼女は誰でもお願いしますよ。
彼からのプレゼント似合うよ。彼にもプレゼント返そうか。ペナルティーだな。
なないように応急処置はしてあるよ。彼女からのプレゼント。可愛い指だな。彼女のためなら死ねるんだろう。今から君を責める。もうぐっちゃぐちゃにしていく。君が降参したら、その後は彼女を責める。君が音を上げない限り、彼女が責められることはない。どう？このルール。これから君の睾丸に孤立を打ち付ける。降参すれば君はもう責められない。あとは彼女が責められる。こいつがここに刺さるんだ。痛いよ。いいんだよ、降参して。さっきは彼女のためなら死ねるなんて言っちゃったけどさ、気にすんな。そんなもんだよ、人間なんて。どうだ、もうダメ？切り取るから。もう二度とセックスできなくなる。彼女ともできなくなるな。どうする？その目ゾクッときたよ。じゃあ先に目をやろう。次はペニスだ。あれ？誰が喋っていいって言った？やめるか。
彼の気持ちを汲んでやれ。宮下さん、もういいよ。よかったじゃん、生きててさ。死ぬつもりだったんですか。ビビりっぱなしだったけどさ、その時は頑張るって言ったろ。とにかくさ、生きてここから出よう。はい、絶対一緒に。調子はどう？今体が弱ってるから、体力が回復するまではここにいてね。僕を感動させてくれた二人だから、最後まで面倒見たいんだ。信じると思ってんの？そう思うなら今すぐここから出してよ。落ち着いて。とんでもないことしたことには変わりがないから、僕のことを信用できないのはしょうがないよね。だから態度で示すしかないと思ってるんだ。せめて僕の気持ちを分かってほしいんだよね。自分勝手なわけだ。やめとこう。いいんだ。そう、自分勝手なんだよな。その自分勝手さでこれからは君たちに献身的に尽くす。ただその、これは付けといてもらうけどね。そうよ、なんでこんなものに付ける必要があるの？それはね、君たちが勝手に逃げるのを防ぐため。そんなことする方が危険なんだよ。今絶対安静なんだから。これでも腕のいい医者なんだよ。二人が自分で動けるようになったら、車に乗せて警察に行って、僕は自首する。あと僕の資産なんだけど、全部換金して慰謝料として渡します。7億ぐらいだけど、あの感動に比べたらゴミみたいなもんだからさ。ずっと献身的だね。うん、何考えてんだろうね。どういう頭してんだろうな。本当にこのまま出してくれそうな気がするんだけど。するね。何なんだろう。気違いには違いないよ。もし言ってることが本当だとしても、
キシゲみたいに感動を求めてたわけだろ。一応最低限は気をつけた方がいいよ。うん、出れた時のこと考えてるんだけど、私もう障害者だけど、外に出たら小島さんがよかったら力になりたい。ありがとう。俺も片輪だけど、片輪と片輪がくっつけばちゃんと二輪車だもんな。力になってほしいです。頑張ります。嬉しくてうんこしたくなっちゃったよ。やだ。多分ブザーを押して30秒以内に現れなかったことはない気がする。そうだね。それよりさ、相変わらずあれすごいよね。きつい。自分で気づいてないのかな。気づいてたらああならないようにどうにかするんじゃない。フロア入ってそうだけどね。石鹸とかシャンプーの匂いはするけど。食べ終わった。大きい方。はいはい。ごめんね。素晴らしい回復力だな。やっぱすごいよ君の生命力は。そろそろかな。本当に出れるの？もちろん。これで僕も気が済んだよ。あと 2,3 日様子を見て問題なければここ出よう。薬飲んどいてね。生きる希望を取り戻したのに、またこんな状況に逆戻りで、今とんでもなく絶望してるだろう。
それでも力強く輝く生命力をまた見せてほしいんだ。君たちならそれができると思うんだ。最初の約束守ってないわけじゃないんだ。ただ解放するほどには感動してないんだな。彼女のために死ねる人、出番だよ。今から君の腹を裂いて腸の先端を取り出す。肛門の近くの腸の一番最後のあたりをメスで切り取る。そしたらそれを俺につなぐ。先端をしっかりつないだら君には彼女を目指して歩いてもらう。そしたらそこにハサミが置いてある。腸の長さから言って君はここまでしか行けないんだ。だからこのハサミで腸を切り離して彼女の台まで向かう。そしたら彼女の拘束を切って自由にする。それができたら彼女は解放してあげる。まあ君は助からないだろうけど、どう？ロマンチックじゃない？感動させて。大丈夫、君ならできる。なんて顔してんだよ。彼女の命は君にかかってるんだよ。しっかりして。彼女がもっと犯しまくってザクザクに切り刻んで死んでもらおうかな。君ならと思って期待したんだけど、やっぱダメか？
おい、thank you.
最後の生命力見せてくれ。そうそういい目だ。デブのババアでしょ。バイキンまみれのバイタの豚だよ。間違いないよ。顔がそっくりだしさ、あれも同じ。あれ？なんだあれって。気づいてないんだ。聞いてやるよ。やっぱ気づいてないんだ。哀れだね。あんたさ、昔から友達が少なかったでしょ。そうでしょ。特に女の子は嫌な顔して近づこうとしない。セックスしてくれるのは母親と同じバイタか金目当ての女だけで。ねえ、本当に愛してくれた人は一人もいないでしょ。なんでかわかる？教えてあげようか。遺伝だよ。バイタの母親の遺伝。その子の立ちんぼのババ、猛烈に臭かったんだよ。どんな酔っ払いも引っかからないの。わかる？あのババアがあんたに教えてあげなかったってことは、ワンも気づいてなかったんだね、自分が臭いってこと。俺が臭い？あんたも、あんたの母親もものすごい脇がだよ。脇が臭いの。脇が？あんたさ、鼻が弱いでしょ、嗅覚障害。それも遺伝だよ。知覚できない最悪の究極の脇がいるんだよね、時々そういうの。昔から人が近づかなかったのはあんたが臭いからだよ。それでもあんたを本当に愛してくれる人がいたら誰か教えてくれただろうけどさ、教えてくれなかったってことは、あんたが誰からも愛されてなかったってことだよ。だから寂しくて寂しくてしょうがなくてこんなバカなことしてるんでしょ。図星でしょ。かわいそうだね。かわいそう、寂しいね。